3月10日、松阪市総合運動公園をメイン会場に、松阪シティマラソンが開かれました。市内をはじめ、全国各地からおよそ2300人のランナーが集まりました。大会は、ハーフマラソン5キロの部、3キロの部、ウォーキングの部の4部門で行われました。午前9時、竹上市長の号砲を合図にランナーが一斉にスタートしました。この日は小雨が降る肌寒い天気となりましたが、ランナーたちは雨に打たれながらも懸命に走っていました。全体的に起伏の少ない平坦なコースが中心となりますが、ゴール手前1キロ付近からは上り坂が待ち受けています。沿道からの応援の声が響く中、ランナーは力を振り絞り駆け抜けていました。03秒、栄光を称える平成31年3月10日また、ウォーキングの部に参加した人々もゴールのメイン会場に続々と訪れ、 7.5 キロのコースを歩き切った達成感と心地よい疲労感を楽しんでいました。前回と比べて自分的にはいいコンディションで走りました。天候悪かったですけどね。最後の坂が本当にこう足にきますね、もうね、ぐっと。でも最後をこう一番気合入りますけどね、やっぱあの坂があるからこそ、はい。上り坂がすごく長かったです。楽しかったです。はい、無事完走できてよかったです。また来年も参加します。